死の家の記録。ドストエフスキー。前回の続きからです。またこちらの寝床の上には。ぽつんと二人組が座り込んでいる。一人は背が高く、がっしりと肉付きが良くて。 まさに肉屋そのもの顔も赤ら顔である何か感じるところがあって泣きそうになっているもう一人はいかにもひ弱そうな痩せ細った男で細長い鼻はその先から何かが滴たっているかのよう豚のように細く小さな目は地面を向いていた これは政治向きのことに通じた教養のある男でかつて書記官をしていたというだから相手を幾分見下していてこちらはそれを内心ひどく不快に思っていた2人は一日中一緒に飲んでいたのだあいつは俺に向かって 手を上げやがったんだぜ肉づきの良い男は声を張り上げて左手で掴んだ初期の頭を激しく揺すぶった手を上げやがったというのは殴ったという意味だ肉づきの良い男は元歌手官で痩せっぽちの仲間を内心うらやんでいた それでこの二人はそれぞれお互いの前でしゃれたい言い回しを使って気取って見せているのだ言っておくがあんたも間違っている初期は断定区調で言ったかたくなにも目を上げて相手を見ようとはせずもったいぶったように床を見据えている。 あいつは俺に分か,かったか友の言葉を遮って相手の体を余計に揺すぶりながら最初の男は言った「今の俺には世界中でお前一人しか残っていない。分かったかだからお前にだけ言う。 あいつは俺に向かって手を挙げやがったじゃあこちらももう一度言おうそんな稚拙な言い訳はないいかあんたの頭の悪さをさらすだけだよ調子の高い丁寧な声で初期は反論する。いっそ認めた方がいいよあんたそうして酔っ払うのもみんなあんた自身の 「心が定まっていないからだって」「肉づきの良い男はちょっと後ずさりぼんやりとした水眼で得意顔の初期を見据えると突如全く思いがけずも巨大なげんこつで初期の小さな顔を力いっぱい殴った」「これで一日がかりの友情が終わりを告げた。 親愛なる友は意識を失って痛寝床の下に飛んでいったのであるその時我々の願望に特別願望にいる私の知り合いが入ってきた底抜けにお人よしの陽気な男で人をからかっても憎まれないようなとびきり純朴そうな外見をしている。 これは私の勧告での第一日目に炊事場で食事時に金持ちの百姓を探していた人物で自分にも誇りというものがあると言いながら私のお茶をたらふく飲んだものだった。年格好は40くらい唇が異様に厚く大きくて肉付きのいい鼻はニキビだらけだった。 両手に抱えたバラライカの弦を引くともなくつまびいているこの男の後からひどく背が低くて頭だけ大きな囚人が腰巾着のようについてきたがこれは私とはほとんど付き合いのない男だったこの男にはしかし誰一人何の注意も払わなかった なんだか一風変わっていて用心深くいつも真面目な顔で黙りこくっているような人間である作業に行く先も縫製工場でいかにも独立独歩誰とも関わらずに生きようといった気配を漂わせていたそれが今は酔っ払って影のように バルラーモフにへばりついているしかもひどい剣幕で相手に追いすがり両手を振り回しながらげんこつで壁やら寝床やらを殴りつけほとんど泣きださんばかりであるバルラーモフの方は「そんな気配も見せず一向に気にしていないようだった」。 面白いことにこれまでこの二人の間にはほとんど何の接触もなかった仕事も別なら性格にも共通点はないおまけに作業の班も違えば住んでいる坊も違っていたのである小柄な囚人の名はブルキンといった バルラーモフは私を見つけると歯をむき出してニヤッと笑った私は暖炉のそばの自分の寝床の上に座っていた彼は私から離れたところで立ち止まり何か考えていたか急にぐらりとよろめいてそのまま千鳥足で近寄ってくると 古風に腰に手を当てて上体をぐっと反らせるポーズを決めそれから静かに弦をつま引きながら軽くブーツで拍子を取ってレチタニーポで一節語ったふくよかな雪色の肌歌声は小鳥のごとしいとし娘よ つややかなシュスのドレスのひだ飾り心ときめくうまし娘よどうやらこの歌を聞いてブルキンは堪忍袋の王を切らしたようだ彼は両手を振り回しみんなに向かって叫んだ全部嘘だみんな こいつの言うのは全部嘘だぞ。一言だって本当のことはいいやしね何もかも嘘ばっかりだゴリアンチコフの爺様に捧げる歌で。バルラーモフはこずるい笑みを浮かべて私の目を覗き込みながらそう言うと接吻でもしそうなほど間近に顔を寄せてきた。 だいぶ出来上がっている「じいさま」という表現は「我が敬愛する」という意味でシベリア全域で庶民が使っているたとえ二十歳の人間相手でもこういう呼び方をして構わない「じいさま」という言葉は何か目上のものを立てるようなうやうやしい気持ちを表し 場合によっててはおだてるようなニュアンスがある。おやおやバルラーモフ君元気かい?」。まあなんとかその日暮らしでやってます。今日はせっかくの高単祭だから嬉しくて朝から酔っ払ってますがねどうか許してやってくださいよ。バルラーモフの言葉には、 歌うような調子が混じっていたあれも全部嘘だまた嘘ばっかりついてあがるブルキンが何かやけになったように片手で寝床を殴りつけながら怒鳴ったしかし怒鳴られた方はあたかも相手を完全に無視すると決めたかのように一個だにしない。 そこには何とも言えぬ滑稽味があったブルキンの方はもう夜が明けるなりずっとやみくもに相手にへばりついて離れようとしなかったがそれというのもなぜだか知らないがバルラーモフがうそばかりついていると思い込んでいたからであるまるで影のように 相手の行くところについて回り相手が言う一言一言に口を差し挟み両手をもみしだきすりむいて血が出るほど壁やら寝床やらを殴りつけては見るからにバルラーモフが嘘ばかりついているという確信のゆえに苦しんでいるのであるもしも坊主頭でなかったら 多分嘆きのあまり自分の髪をむしり取っていたことだろうまるで「バルラーモフの振る舞いに関する責任は自分にある」「バルラーモフのあらゆる欠点は自分の両親の問題だ」とでも言うかのような態度であるにもかかわらず相手はこちらを振り向きさえしないのであった」 嘘ばかりだ。嘘ばかりだ。嘘ばかりだ。一言一言。全部出まかせじゃねえか。ブルキンがわめいている。それがお前にどうしたってんだよ。囚人たちがニヤニヤして言い返す。実を言いますとね、ゴリアンチコフさん。 俺も昔は結構な男前で娘っ子たちによくモテたもんで突然出しのけにバルラーモフがしゃべりだした嘘だまた嘘をついてやがるブルキンがほとんど金切り声になって遮ろうとする囚人たちは大笑いである。 俺の方でも娘子たちの前で格好をつけたもんですよ。真っ赤なるばしかにビロードのズボンまるでどこかの白クシャクさながらにつまりスウェーデン人みたいに酔っ払ってごろんと横になっているという寸法で早い話がやりたい放題ってやつですよ。嘘だプルキンがきっぱりと言い放つ。 その頃俺には親父からもらった2階建ての家がありました石造りでねところが2年ばかりの間に1階も2階も全部手放しちまいましてね手先に残ったのは柱もない門んだけですいやはや金というやつは鳩と同じで飛んできたかと思うとまた飛んでいってしまうんですね嘘だ ブルキンがさらにきっぱりと言い放つ結局はこうして正気に戻ったもんでこの監獄の中から親父とお袋に泣きの涙で手紙を書きましたよいくらか送ってくれるかもしれないと思ってでもね俺も親の言いつけを聞かずに散々叱られてきましたからね親のありがたみがわからなかったんですよだからもう 手紙を書いいて足掛け7年にななりますがが返事がないんだね私は笑って尋ねたええさっぱりそう答えると彼は急に自分も笑い出して鼻先をぐいぐいこちらの顔に寄せながら言った実はね コリアンチコフさん、ん俺はここにに女女ががいるんですよ。君に女がオヌフリエフのやつにさっきも言われたんですよ「俺の女はアバターで器量も悪いがその代わり服はいくらでも持っている」「お前のは器量よしだがズタ袋を下げて歩いてるじゃねえか」ってね。 それは本当かいええ確かに本当でさそう答えて彼は声にならない笑いを漏らした願望の中でも笑いが起こった実際この男がどこかの女とできていてしかも半年でたったの十0個ペイ以しか払っていないというのは。 周知の事実だったのだ。うーん、それがどうしたというんだね。そろそろ厄介払いしたくなって、私は尋ねた。彼はちょっと口ごもり、へつらうような目で、私を見つめてからそっと言った。そんなこんなで、心を慰めるための、 酒半瓶でも一つおめぐただけねえでしょうかだって俺はゴリアンチコフさん今日はずっと茶ばかり飲んでいたもんで金を受け取ろうとしながら彼はさもうれしそうに言ったすっかり茶腹が抱き上がっちまって息切れはするわ腹は瓶みたいにチャプチャプ優わで。 バルラーモフが金を手に入れようとしている間にどうやらブルギンの道徳的な憤りが限界に達したようだ身も世もないような絶望の身振りをする彼はほとんど泣き出しそうだったなあみんな願望にいるすべての囚人に向けて彼は怒り狂った声で叫んだ。 この男を見てくれいつも嘘ばかりついていやがるたとえ何をしゃべろうと全部全部全部嘘ばかりだだからなんだよ彼の剣幕に驚いて囚人たちはどなり返した「お前もわからないやつだな」「もう嘘はつかせねえ。 目をギラギラさせげんこつに全力を込めて寝床を殴りつけながらブルキンは叫んだこいつのうそが気に食わねえんだみんなはゲラゲラ笑っているバルラーモフは金を受け取るとぺこぺこおじぎをして気取ったポーズをとりながら急いで棒を出ていこうとした 目指す先はもちろん酒屋であるそしてその時初めて彼はブルキンに気が付いたようであったさあ行くぞ敷居の上で立ち止まるとちょうど何かのことでこの相手を必要としていたかのように声をかけたこの頭でっかちが。 しょんぼりしたブルキンを先に行かせながらいかにもバカにしたようにそう付け加えると彼はまたバラライカをつまびき出しただがこのランチき騒ぎをいがいていったい何になろうとうとうこの行き詰まるような一日も終わろうとしているのだ囚人たちも寝床の上で 重苦しい眠りにつこうとしていた。眠りながら彼らはふ段んの日よりも激しく寝言を言い悪夢にうなされるどこかその辺でまだ賭場を囲んでいる者もいる長く待ちわびた高端祭が過ぎたのだ。 明日はまた平日で、また作業に出て行くのである。